子供向け映画の皮をかぶった狼でしたね。ファッションドールバービーの実写映画化となります。アメリカではですね、親同伴と行くことを推奨するということで、完全な子供向け映画ではありません。ピンクの可愛いマテル社の夢のある感じで、完璧な夢の世界が続くんです。ただそれでいいんですかっていうところが今回のテーマとなっております。バービーとボーイフレンドのケンが毎日繰り広げてるパーティー、ある日バービーに体にある変化が起きるんですよ。バービー社に行くとですね、なんと全員おじさんなんですよ。現実世界はエロい目で見られてるっていうのをこのバービーの映画の中で言わせるんですよね。バービーは違和感を覚え始め、ケンも同じく違和感を覚えるんです。それぞれの性差とは一体何なのかというのを考えるって話なんですよ。いやー、これはなかなかね、頭がぶん殴られたような感覚が僕は正直しましたね。バービーを見ない人ほどバービーを見てもらうと面食らうなという感じがしましたね。